私の名前はリュウグウレナ。ちょっと前にこのひなみに越してきたの。はうーお持ち帰りー が、口癖よ今日は喫茶茶店にに紅茶を飲みに来ているのカカランカランあ、あれは、彼女は尻リな女。私のお父さんの再婚相手なんだけど、とってもうさんくさくて、信用ならないアバズレよ。おう、来たか、尻リな女。再婚相手から金は巻き上げられそうかもう楽勝よ。これで私たちも億万長じゃね。おは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 おやったの万歳そういうことだったのね。なんとかしないと、次の日。あら、レナちゃん、どうしたのこんなところに呼び出して、しねえパー なんじゃこんなところに呼び出したパーンこれでオッケーご遺体をバラバラにしてっとおいる奈何をやってるんだあっ みんな、ちょっと聞いて。レナの一世一代の頑張り物語を。へえ、そんなことがあったのか。大変だったわね。じゃあみんなでご遺体を埋めましょうか。助かるわ。次の日。いやあ、どうも。私は大石警察です。あ、どうもこんにちは。実は富竹という人と高野という人が死にましてね。何か知りませんか富竹さんと高野さんが高野さんからは確か前にノートをもらったような気がするわ。そこに事件の真相が隠されているかも。レナの家。あったなになにこのひなみでは病気が。 えとか、えー、あとは宇宙人とかあがいるとかいう、なんとか。えー なるほどね。とりあえず、このひなみざは牛耳ってる、その崎家が黒幕ということね。あ、そうだ学校に立てこもって、黒幕のその崎家を捕まえるように、警察を脅そう学校にて。よーし、学校も乗っ取ったし、爆弾も仕掛けたし、あとは警察の動きを待つだけね。やばいな爆弾を解除しに行かないと、そうはさせないよ、ケイちゃん。ば、えおいで、遊んであげるわ、なた女。リカちゃん、あとは頼んだぞ任せて。あんな喋り方だったかな よし爆弾を解除したぞやるわねケイちゃんよし最後の勝負よ望むところだカンカンキンカンカンうわー勝ったお前の勝ちだ殺せレナグスグス殺せないよレナだって大事な仲間だもんレナもっと仲間を信じればよかったわレナグスグスグスああいい話ねハレハレハレいい終わり